えー、こんにちは福井教育支援サークルの吉田です。今日は道徳授業の組み立て方についてお話をしたいと思います。えー、もちろん授業の組み立て方というのは様々です。えー、決まった方があるわけではありません。えー、ですがね、えーまあ、道徳の授業どうするかという話を若い先生とするときに、まあ、ある程度のね基本となるような形があった方が、まあ、指導しやすいというのが、まあ、私の実感です、えー。そこで今日はオーソドックスな方法を紹介したいと思います。 えーまあ、ここに道徳授業の基本的な直し方っていうふうに書いてあるんですけどもこれはね、えーまあ、道徳の授業づくりに創世紀から関わってこられた青木隆頼先生の考え方を元にしたものですね、えー、まず子どもたちの生活から入って資料に入るそして最後にまた生活に戻ってくると最初の生活では価値の方向づけをすると例えば親切を扱うならば 子どもたちの身の回りの親切について話をするそこから資料に入ってその親切の、ね、価値をより深めるそして深まった価値をもとにもう一度親切、ね、親切を自分たちの生活に生かしていけないかというふうに考えるというパターンですねまあ生活資料生活だとか価値の方向づけ価値を深める価値の一般化だとか まあ、いろんな言い方があるんですけども、こういった形がまず基本になるかなというふうに私は思っていますし、まあ、これを基本として若い先生に指導しています、えー。例えばですね、えー、この動画とほぼ同じく同時にアップした「ごめんなサルビアさん」という教材があります。えーねえー、例えば冒頭では、たくさんのコスモスを育てるとどんな良いことがあるのですかというふうに聞いてますね。これ資料とは全く関係のない話をしています。 子供たちの身の回りでたくさんのコスモスを育てているという事例があったので、それを扱って、えーねまあ、価値への方向づけをしました。その後、資料に入りました。お花に気持ちがあるとします。5月、6月、7月、夏休みのお花の気持ちはどうだったと思いますかと。香里さんが,あ気,がつ気づいた大切なこととは何ですかとあ。元気になったサルビアを見て香里さんはどんな気持ちになったと思いますかとお。こういうふうに言って、まあ、 価値を深めたと。あらすじや登場人物を確認して、中心厚物を使って価値を深めるとね。ねまあ、お花にも命があるんだよと。毎日のお世話は大変ですけども、お花を育てるっていうのはとっても楽しいことなんですよと、まあ、いうような形で、ある程度の価値をこう、お花を育てるっていうことについての価値を深めた後と、えー 3年生は放線科やひまわりを育てているそうですね。お花で学校がいっぱいになるとどんないいことがあるのですかというふうに言って、もう一度子どもたちの生活を見直させると、まあ、こういうような形をとるということです。えーとですね、ただし、ね、大事なことは、私は、ね、指導案を立てるときに必ず、ね、指導要領の解説を読むようにしています。例えばここですとね 自然に親しみながら自然の持つ美しさや素晴らしさを監督できるようにする必要があるというふうに書いてありました。教材文だけを読むとね、毎日のお世話が大変だよ、でもね、頑張ろうと、そういったことが重要かなというふうに思いがちなんですけども、解説書を読んでみると、いや、その前に自然に親しみながら自然の持つ、ね、美しさとか素晴らしさを感じさせることが大事なんだよと。 いうことにこう気がつくわけですね私も教材研究をしてここを読みこういう、ねえー、解説を読むたびにこうあそうかっていうふうに思い起こしますですから授業を作るにあたっては、まあ、植物を育てることの楽しさだとか喜びについて考えさせたいということがベースにありましたその上でね命あるう、ね、お花のお世話もしっかり頑張ろうというような展開に持っていきたいなというふうに考えたわけです それでですね、先ほどパターンを一つお見せしたんですけどもね、道徳授業のパターン、私はね、実はこんなふうにすることが実際は多いんです。資料、生活、どのようにするかというと、もう資料をいきなり読んじゃって、読んだ感想を子どもたちに発表させてから価値を深めると、そして価値の一般化を図るというやり方をします、え。ー こう資料、生活資料生活の最初の生活でね、価値の方向づけをやると、なんかわざとらしく感じてしまう部分がね、結構あるんですね。そういう場合は省きます。それからですね、毎日のね、えー、教材研究、小学校って大変ですよね。週に1回でやっても、道徳の教材研究も結構大変です。えー、そこでね、えー、まずね、 子どもたちが資料を読んでどんな感想を持っているのかということを聞きながら、ねえー、自分の事業を展開していく方が比較的楽なんですね。 まあ楽ななんていうふうに言っちゃダメなんですけどもですから大まかなあらすじといいますか厚間は考えてるんですけどもその上で子どもたちのまあ感想を聞きながら授業を組み立てていくというえこういうやり方が私は非常に多いですねえ研究授業でもこういったやり方したことが何回かありましたですからまあ先ほどね青木先生の考えに基づく一般的な形は示したんですけどもあくまでもそれはね一つの型ですので、えー、ご自分のねなり方をね ご自分流の事業の方というんですかね、そういうものができていけば私はいいと思っています。えー、それからですね、えー、例えばね、私はこんなことも考えてますね、偉人伝ね偉人伝は、えーね、その偉人の方が行ったことをまず確認すると、どんなことを成し遂げましたかとか。 えね、その偉人が素晴らしい仕事ができたのはどんなことをしてきたからですかと、その中で最も重要なことはどれですかと、こういう展開を使うことが多いですね。まあ、これも、ね、こういう考え方をしておくと発毛が作りやすいというあくまでも私の例ですね。それが、ね、感動的な話ね、ね畏敬の念だとかっていう場合はね、 これも授業としてなかなか難しいんで、私はね、あなたが最も心を打たれたのは、このお話のどの部分ですか、線を引いて理由も書きなさいと。まあ、こういう発問を使うことが多いです。それから、考え、議論する話では、まあ、考えが分かれる発問を準備すると。まあ、ここがね、一番骨の折れるところですね。えっ、ー、とね、比較的多く使うのは、まるに賛成ですか、反対ですか、まるくんの考えに賛成ですか、反対ですかというような 展開をすることが非常に多いです、まあ、これもね、参考にしていただけたらどうかなというふうに思っています。えー、さてですね、ちょっとね、えー、考え、議論する道徳についてお話をしておこうと思います。えっ、ー、とね、まあ、考え、議論する道徳というのは、答えが一つではない道徳的な課題を一人一人の児童、生徒が自分の問題として捉,う捉え、向き合う道徳授業ということになっています。まあ、こういう授業を通して、 えーまあ児童が道徳的価値の理解をもとに自己を見つめ物事を多面的多角的に考えることを通して形成された道徳的価値観を基盤として自己の生き方についての考えを深めていくことができるようにするとこういうことを狙っているわけですね。えー、ちょっとと簡単に整理すると まずね、道徳的価値の理解が必要ですよということですよね。先ほどの授業でしたね、ごめんね,サル,ごめんねサルビアさんなら自然愛護という価値、それについての理解がまずいりますよと。とそして、えーね、できればす、ね、べての授業ではないんですけども、多面的・多角的な思考を促す場面が必要ですよ。そして、それを通してね自分の生き方を考える機会とすることが大事ですよと。と まあ、新しい、ね、道徳の授業ではこういったことが求められています。じゃあどうするのかということなんですけども私はねこれはやっぱり発問を通してやるしかないというのが私の考えです。ですからいい授業をしたいと思うならば数多くの発問をね見てやってみてね反省をして そしてつつずつ自分のものにしてていいく努力が必要だと思います、えー、間違っももね、えー、心情理解もうね気持ちばっかり聞くような授業それからねもう当たり前のことだけを言わせるような授業、まあ、かつて批判を受けた授業ですけどもこういった授業にならないための発問づくりがこれからますます必要になってくると思います。